おはようございます、吉田さん。今目覚めたところだと思いますけどもね、その一発目にこの動画を見ていただきましてありがとうございます。一発目じゃないかなまあ一発目だと思いますけども、前回ね、目ん玉ひんむいても見えねえものは見えねえっていうふうにストーリー教えてくださいましたけども、私ね、それで思い出したのがあって、その麻雀をしてる時にね、人から物を教わるってことはあんまりないんですけども、ある方からね、それはね、なんすかね、まあよくわかんない麻雀屋で、結構危なっかしい麻雀してる時なんですけども、まあ、ちょっとねボソッとね言ってくれた言葉が、その対戦相手のね偉いおじいさんが、もう昭和おじいさんですよ、昭和なんか20年代とか30年代現役でされてた方じゃないかなと思うんですけどもね、本当になんかこう小説に出てきそうな人ですけどもね、小説に出てきそうなセリフを言ってました。まあ、麻雀が一通り終わった後に兄ちゃんと言ってくるわけですよ。で、話しかけられるなんて珍しいなと思って、まあ返事もせずにこうパッと見てるだけ見たんですけどね、そしたら兄ちゃんね、頭があるだろ、兄ちゃん目が2つあるだろ、でもなんでそうなるんかねって言ってニヤニヤしながら去っていくんですよ。でそれを私はね、今でもねよく思い出すんですよ。人間には2つの目があって、頭もある、プラスアルファ耳や鼻やね、口や手まである、いろんなものがあるのに、なんで見えてないんだとか、なんでできてないんだっていうふうな問いかけに今はね膨らんできたんですよ。うん、これを私なりにまとめるとするとね、そのできないできるなんだかんだと言うけども、結局はお前がそう思ってねえんだろうということなんですよね。だから思いがあれば手もあるし目もあるし頭もあるからできるってことだと思うんですよね。表現しにくいんですけども、結局はやる気次第だということになるのかなと思います。で、やる気次第の一つの例を今日はねここで紹介して終わろうと思います。これ実は別の動画でも紹介したんですけども、半年ほど前からね、私ね、特別定額給付金の動画が結構ブレイクしたじゃないですか。あの中から生活保護とか所得のちょっと低い方ね、毎月5万とか6万とかで暮らしていらっしゃる方、そういう方からよくね動画を見ましたとか言ってメッセージをいただくことがあって、なんとねその中から、速稼塾に入塾した方も結構いるんですよ。まあ10人以上のレベルでいるんですよね。でその中のお一人、まあ何人もいろいろと指導させてもらったんですけども、生活保護の中からね、どうやって稼いでいけばいいんだと、絶対これは無理だよっていうところから、私はある人の例をその動画で紹介しました。これはね今までも何回か紹介したんですけども、その方は50代前半から半ば、33から5ぐらいの年齢だと思うんですよ。53から55ぐらいの年齢だと思うんですよ。で、特技もなし、仕事の経験もほとんどなし、もう何にもなしなんですよ。で、この状態でこの年からどうやってお金稼げばいいと思います？久保さんって。さすがに無理でしょ。投資をするにしてもお金もないし、経験がないからビジネスもできません。これから始めればいいよって言っても、さあそこまで私がねやる気になるかなと、まあ、いろいろ聞き取る中で、その方はね、なんかお弁当は好きでねよく作っていたっていうんですよ、うん、まあ誰に作ったのかね特に聞かなかったんですけども、そのじゃあお弁当作ってみましょうか、お弁当作って売ってみましょうかっていうお話にさせてもらったんですよ。で、何百個何千個弁当を売ろうと最初の1個っていうのは必ずあるんだと、その最初の1個が売れるかどうかをまずやってみましょう。弁当1個ぐらい売れるでしょうっていう感じでどんどん焚き付けていったんですよ。じゃあまあ普段からお弁当も作るし、なんですか、料理するのもそんなにね嫌いじゃないんで、最低限の食材で作ってみますねってことで作ってたんですよ。で、私はその時言ったんですよ。弁当を作るのがねメインにならないでくださいねと。誰がこれを買うかなんですよ。誰のためにこの弁当を作るかってことを考えるんですよっていうふうにお話して、その後ね、その方はいろいろと話した後にいろいろと生活習慣が変わってきたようなんですよ。というのが、出会う人出会う人がどんなお弁当を食べたがってるかってことに興味が出てきたらしいんですよね。まあ、ですので今まで挨拶もせず口も聞かなかった人にもおはようございますとかで挨拶するようになったらしいですね。で、挨拶する機会が3日目、5日目、10日目になってくると、まあちょっとね、今日暑いですねみたいな言葉が加わったりとかね、何々さんって名前も付け加えられるようになったんですよ。そうやって人の縁が深まっていった時に、まあ、その方とね、話し込む機会も何回か出てくるわけなんですよね。まあ、その時なんですよ。自分は、その方ね、
その生活保護で相談してきてくれた方の、話し相手の方がね、早朝のお仕事でどうしてもね、そのなんか現場仕事してるらしいんですけども、なかなかね朝からねお弁当作れないから、いつもコンビニ弁当で、なかなかねコンビニ弁当も結構金銭的に来るよっていう話したんですよ、だからお弁当1個買って、それじゃ足りないからサラダみたいなの買ってドリンクを、ね、買うとやっぱり1000円ぐらいになっちゃうから、結構これでね毎月3万円以下に抑えるのは結構きついんだとかね、お昼代だけでももうちょっと楽にならないかなって話してたらしいんですよ、そうするとね、その方はいろいろといきさつあったんですけども、お弁当を作らせてもらうことになったらしいですね。でお弁当これ持ってってくださいみたいな感じ でそれがものすごくね、よかったって、ありがとうみたいな感じになって、また必要な時は作りますよってことで、何回かねその仲良くなって作ってあげたらしいんですよ。でいつも悪いからっていうんで、このお礼にね、なんか封筒の中に1000円入ってたらしいですね。で、これは自分にいただけた人生初めてのギャラだと思って、その1000円で新しいお弁当のね具材を買ってとかって、ちょっとねメニューが広がったらしいんですよ。で試行錯誤して途中でねドリンクを格安店で買ってきて売ってみたりとか、それからサンドイッチ作ってみたりとか、おにぎりにしてみたりとか、いろいろあったんですけども、結局は数ヶ月経って500円の弁当と1000円の弁当になったらしいんですよ。これなったってことはどういうことかっていうと、ずっとその活動最初は1人について対して作ったのが、だんだん人数が増えていったってことなんですよ。増やし方っていうのは全く一緒です。今まで、顔も目も合わさなかった人と挨拶するようになって、その人はどんな生活習慣なのかな、どんなお弁当がいつ頃必要なのかな、もしくは最初から必要ないのかなってことを興味が出てきてからですね。で会話の中でそれを入れるようにしてきたらしいんですよ。で最初は私の方にもね、どういうふうな会話の切り口すればいいですかねとか、どういった言葉で、その方の食事習慣、お弁当習慣を知ればいいんですかねってことで、引き出すためのキーワードをいくつか教えたんですよね。そうするといつの間にか5人ぐらいの人にお弁当作るようになってたんですよ。でその時はもうすでに、ね、お金をいただいたそうです。で1回500円とかもらってたらしいんですよ。で、そこからだんだん500円で、なんか早朝に作ってくれるお弁当ってことで、そのもともとはね仕事に行く人が、現場仕事に行く人が自分のために作ったものを、周りの人にもこういう弁当ね作ってくれる人が近所にいるんだみたいな感じで、それが広がっていって売れ数がどんどん増えていったみたいなんですよ。でなんとね4月の実績、あれからだから5、6ヶ月経ったと思うんですけども、最初は1個のお弁当から始まったんですけども、生活保護の方ですよ、1ヶ月の実績です。これ5週間あるじゃないですか、よ4月って。で最初の1週間は3日しかなかったんですけどもね、1、2、3とで木金土ですから、これ8000円になったらしいですね。500円の弁当が8個と1000円の弁当が4個売れてるんですよ。で2週間目が14000円、3週間目が15000円、4週間目が20000円で、5週間目、25から30日までの間すでに注文済みで入金済み、売上は3万500円、これ1週間ですよ、オードブルっていうのがゴールデンウィークを挟んでね4点入ってまして、3000円が4点っていうのがイレギュラーで入ってるんですけども、これはゴールデンウィーク中は同じぐらいのペースで売れるだろうと言ってました。で合計生活保護の中からお弁当を作ることによって、その商売が8万7500円になったらしいですね。でこれは銀行振込だといろいろとなんかあるんでしょうね、支払い手段どんなのがありますってことで、いろいろそこも相談に乗らせてもらいました。なんとかペイってありますよねと、決済アプリがそういうのだったりとかね、現金茶封筒手渡しとかもありますし、そこはいろいろあるよということでお話して、どの方法を取ってるのか私は知りません。ただね、生活保護の仕組みとして、生活保護をもらってる方が他で所得を2万上げたとするじゃないですか。したら生活保護費が2万円減らされるそうなんですよ。ですんで10万円ぐらい何かで稼いでも生活保護がその分減るんで、収入としては変わらないらしいんですよ。それが生活保護の方の労働意欲を下げてるらしいんですね。ですので私はね、そこもそれ以上突っ込まなかったです。なぜなら私が知るとそんなことしちゃダメだよって言わないといけない立場にもなるかもしれないんで、報告だけ受けていて、それで動画で紹介する。そしてその方は絶対匿名らしいです。それそうですよねなんかね、いわゆる不正受給に関わる関わらないってところも出てきますんで、私の方はそういった現状報告するだけと、あとはアドバイスをするだけで、どういうふうな収入形態を持っているのかとか、その裏付けっていうのは一切聞かなかったですね。ここで、言えることは、その方が今4月の時点で自力で8万7500円の独自売上を立てているってことなんですよ、これはあと仕入れ原価がありますから、利益としてはね
まあ、半分ぐらいだと思います、5万円ぐらいだと思うんですけども、それでもね、この方はすでに自分で5万円の利益を1ヶ月で立てることを半年前には考えられなかったことなんですけどね、実現してるってことなんですよ。この力っていうのはもう一生落ちることがないと思います。どうやって集客するか、それは普段歩いてる人に声をかけるところ、挨拶するところから始まると。いや、挨拶って大事だなって言われてましたね。それまでは自分は生活保護だからっていうので人間関係ね、そんなにうまく作れてなかったらしいです、卑屈になって。でも今は違います。生活保護だからなんだろうって感じですよね。生活保護でも私はちゃんと自分で稼いでるし生きてると。それこそ生活保護で卑屈になった自分が一番生活保護を差別してたんじゃないかなっていうような哲学にまで及んできたんですよね。はい、ということでね、生活保護を受けてる方でも少しずつお客さんを増やしていって、お弁当1本で月間87,500円、そしてこれ来月はね10万円超えると思いますね。順調に売り上げ増やしていって、作業量も増えているみたいですけどね。だから自分の作業量が及ぶ範囲で収入を上げていくんじゃないですかね。もしかしたら人を使うかもしれないですね、途中からね。はい、それでですね、おかず、今となってはね、最初はどんなおかずだったのか私分かりませんけども、今となっては卵焼き、ほうれん草のごまえ、シューマイ1個、人参スティックとプチトマトは必ず入れてるそうなんですよ。で、日替わりで鶏の唐揚げ、サバの塩焼きで、鮭の塩焼き、トンテキ、肉団子、これを入れ替わりで1品だけ変えてるらしいんですよ。それでお弁当に変化を持たせてると、安定性と変化ですね。これもどんなメニューがいいのか一緒に相談して考えたんですけどね、ほとんどのメニューは一緒で、1回週の頭に作り置きしといて、で小分けしていく、冷凍して小分けしていくみたいなタイプを取るのと、毎日作るものは1品が限度、時間がないからね。で、手作りのお弁当はちゃんとできるということだったんですけどね、すごくいい体験を私もさせてもらいましたね。生活保護の方でも87,500円は半年がかりで作れたということですね。まあ、ですんで、サラリーマンの方とかね、その他いろんなお仕事されてる方が多分副業で継続的に3万5万っていうのはやっぱりそんな奇跡的な話じゃなくて、これはやらないとどうにもならない、ビジネスが始まらないようなブームだと思うんですよね。いろいろと私もね、指導をする中で、相談を受ける中で私自身学ぶことがあってね、本当にこれは大きいエピソードになりましたね、私の中で。今後の私の人生をかなり助けてくれるんじゃないかなと思っております。ということで本日は以上でございます。生活保護でも87,500円ということでですね、さあどうなるでしょうかね。いってらっしゃい。